皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、楽しい電子工作と実益を兼ねた激安のシグナルジェネレーターをご紹介していきたいと思います。皆様、シグナルジェネレーターってご存知でしょうか？シグナルジェネレーター、別名ファンクションジェネレーターとか信号発生器とか呼ばれることもありますね。電気系に詳しい方は知っている方も多いと思います。詳しくは後ほどご紹介するとして、このシグナルジェネレーター、普通は1万円から数万円程度します。それが今回ご紹介するのは Amazon でなんと800円で買うことができます。まあ高いものと性能は違うんでしょうけど、正直これ安すぎて混乱するレベルですね。ちょっと意味がよくわかりません。とりあえず衝動買いしてみました。これこちらのようなキット式になっていて、電子工作も楽しめるようになってます。そこで今回はこいつの組み立てについて、またどうやって使うのか、どのくらいの性能なのか、個人的な見解も含めてご紹介していきたいと思います。まずシグナルジェネレーターとは一体何なのかという話なんですけど、これは任意の周波数の制限波、三角波、矩形波が出せる機器なんですね。これ以前こちらの動画でご紹介した PWM モジュールとちょっと似ています。 PWM モジュールはいわゆるこちらのような矩形波を出力できるわけですけど、こちらのシグナルジェネレーターはそれに加えて制限波と三角波もいけるんですね。制限波というのはこういうサインウェーブですよね。三角波というのはこうギザギザのノコギリ状の形状の波形のことです。こちらの方が一見機能は多く感じますけど、こちらはその代わりデューティー比を変えることはできないです。ただこちらも電気工作 DIY で便利に使えそうですよね。800円だったら文句なしで買いだと思います。それではここからはこちらのキットを組み立てていきたいと思います。こちらが本体の基板、実装する部品、本体ケースですね。ケース組み立て用のネジ、そして取説ですね。ちなみにこちらのキット通称 XR2206 というみたいです。取説は英語なんですけど、まあ見ればわかる感じですね。取り付け部品とこちら使い方と回路図ですかね。まあこれはちょっと読み解かないとわからないですけど、とりあえずやってみます。こちらがメインの IC のようです。 XR2206 と書いてありますね。ほとんどの部品は目で見ればどの部品かわかるようになっているんですが、抵抗だけはちょっとわからないですね。カラーコード読める方ならわかるかもしれませんけど、一応テスターがあった方がいいと思います。あとはこの取説通りにこの基板に部品を取り付けていくわけですけど、これ最後にはもちろんハンダ付けが必要です。いや、これ電子工作の楽しみと実益を兼ねたナイスなキットですね。
こういう IC 取り付けるときいつも思うんですけど、これなんでちょっと足開いてるんでしょうかね。開いてるせいでそのまま入らないんですよね。一度曲げないと入らないです。いつもこういうところで普通に足曲げてます。あとこれ文字が擦れてちょっと読みづらいです。特にこの C のあたりが読みづらいですね。ここ下から C5、C6、C7、C8 です。これハンダしていくんですけど、どうもこれ調べたらケースの高さ方向の余裕が全然ないらしいんで、できる限り浮かさないようにぴったりと基板にくっつけてハンダ付けした方がいいみたいです。全部部品ハンダしました。やっぱりぴったりくっつけてハンダするのは結構難しいですね。ここからはカバーを組み立てていくんですが、これ表に来るタイプのカバー、インジがされてますね。これそのまま使っていきたいと思います。あとはこれシールになってるので剥がしていきます。シール剥がしは終わりました。これいつも思いますけど、レーザーカットをするのかどうかわかんないですけど、結構これお金かかってますよね。この透明感アクリル板でしょうか。かなりお金かかってると思うんですけど、これでも金型を起こしてケースを作るよりは安いんでしょうかね。微妙にきついですけど、なんとか入りました。あとはネジで四隅を止めていきたいと思います。カバーネジ止めしました。ここをナットで止めるのかと思ったら違いました。普通にケースにネジ止めするタイプです。こちらのネジとナットは使いませんでした。おそらく基板を他のところにダイレクトにネジ止めするときに使うやつだと思います。このケースを使うときはこの長いネジ4本しか使わないですね。なお厚みは本当にギリギリです。ちょっとでも素子が浮いたりしているとカバーに当たっちゃいますね。ただちゃんと奥まで差し込めばきちんと締まりますね。これはジャンパーピンの接続用ですね。適当に刺しておきます。それではここからは実際に使っていきたいと思います。こちら電源は DC ジャックです。 9V から 12V までの電源が使えます。今回は 12V の AC アダプターを使いたいと思います。そしてここに3つ端子がありまして、一番下が正弦波と三角波、真ん中が矩形波、一番上がグランドとなっています。今こちらのオシロスコープに接続してあります。
それでは電源を入れます。このように波形が表示されてますね。今こちらジャンパーピーの設定、下側になってます。下側にすると制限波の波形です。ちゃんと表示されてますね。なおこちら周波数の設定は大まかにはこちらのジャンパーピンで行います。細かい修正はこの中央のノブと右側のノブで行います。こちらノブを右回しにすると周波数が速くなっていきます。なおこの表示を見ると大まかに変えるのと微調整とあるんですが、どちらもほとんど変わりませんね。まあどちらで調整してもいいと思います。そして左側のノブが波形の振り幅の変更ですね。こちらは右回しにすると波形が小さくなっていきます。ちなみにこちらあまりに振り幅を大きくするとちょっと分かりにくいかもしれませんけど、頂点が切れちゃいますね。どうもこれは入力電圧にもよるみたいですけど、ある程度入力電圧が高くないと振り幅の頂点がこう台形みたいになってしまうみたいです。次にこのジャンパーピンを上側に変えてみます。このように三角波になりますね。ノブの設定は先ほどと同じですけど、振り幅によっては制限波の時より波形が切れやすくなるので注意ですね。次にここの配線ですね。今一番下側に接続してありますけど、中央の矩形波の端子に接続を切り替えてみます。このように矩形波になりました。なお制限波や三角波の時よりも振り幅が高くなるので注意ですね。上側はほとんど電源電圧になります。なお矩形波の場合振り幅の調整はできません。ここいくら変えても振り幅は変わらないですね。下側もグランドではなくて 1.1V ぐらいになってますね。0V にはならないので注意が必要です。ジャンパーピンを一番下側に設定して周波数を最低にしたとき、だいたい 0.5Hz ぐらいですね。これが最低設定のようです。今度は逆にジャンパーピンを最高にして、こちらのノブも最高まで上げたらどのぐらいまで周波数が上がるのか確かめたかったんですけど、ノブこのぐらいにしたところでこちらのオシロスコープの表示限界を超えてしまいました。一応ここの表示を見ると1メガヘルツぐらいまではいけるようです。先ほども少しお話ししたんですけど、これ波形がすべてプラス側に出ていますよね。最低も3ボルト、最高は9ボルト近くと常にプラス側になっているのが気持ち悪いですよね。これを防ぐためにはどうしたらいいのかといえば、出力側に直列にコンデンサーを接続します。今回こちら 0.1 マイクロファラッドのコンデンサーを用意してみました。これを直列につないでみます。このようにセンターがほぼ 0V 付近になりました。周波数発生器の用途的に直流側だけに波形があってもいまいち使いにくいので、このようにプラスマイナス交互に出る交流波形にした方が何かと都合がいいと思います。そのために直列に接続するコンデンサーのことをカップリングコンデンサーというらしいです。いかがだったでしょうか。今日はわずか800円程度で買える激安の周波数発生器についてご紹介しました。これ制限波や三角波も含めて周波数や振り幅も自由に変えられて、値段の割にすごい機能だと思います。
ただここで一つ皆さんにお聞きしたいのが、制限波や三角波が作り出せるとは言っても、DIY ではほとんどの場合、PWM 信号のような矩形波で十分だと思うんですよ。矩形波ではなくて、制限波や三角波が必要なシチュエーションがちょっとすぐには思いつかないです。衝動買いして動画でご紹介しといてなんなんですけど、どちらかというと以前の動画でご紹介した PWM モジュールの方が使いやすいような気がするんですよね。もしこちら具体的にこういうのに使えるよっていうのがわかる方がいらっしゃったら、ぜひコメントお願いします。矩形波ってこう0と1のデジタル信号みたいな感じですけど、制限波ってまあアナログ信号ですよね。アナログ信号が必要なケースに使えるんじゃないかなとは勝手に思ってるんですけど、もし今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろ倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回、さよなら。